では激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京池袋にありますイタリアンレストラントラットリアクアルトさんにやってまいりました。こちらはですね、有吉ゼミの激辛コーナーで紹介された激辛メニューがあるということで今回やってまいりました。激辛マグマのレッドラザニアということでね、激辛ラザニアになりますと。期間限定でね、この動画が出る頃にはもうねちょっと販売してないんですけれども、今回はねこのテレビ仕様と同じものの激辛チャレンジメニューに挑戦していきたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。池袋駅からすぐのトラットリアクアルト池袋、市場直送の新鮮な魚介類やお肉を使ったイタリア料理が味わえる人気のお店。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずはこちら、焼き上げる前のラザニア。この中にはモッツァレラチーズ、ブラックペッパーが振りかけており、さらに山椒を効かせたホワイトソースや激辛唐辛子、ハバネロを使ったボロネーゼが入ります。パスタ生地には唐辛子を練り込んでいる手の込みを、仕上げに唐辛子を絡めたパン粉とトルテッリというパスタ生地の中にデスソースと唐辛子を詰め込んだ激辛ジャムをトッピングしたら完成。激辛マグマのレッドラザニアのお目見えだ。制限時間25分以内というね、一応ルールがありますんで、今回もねそれにのっとってチャレンジしていきたいかなと思います。それではじゃあ25分お願いします。はい、ではスタートです。いただきます。よし、じゃあ25分ですかね。じゃあちょっとちゃっちゃと食べていきましょう。じゃあちょっとねこれ、ちょっとまずパン、チーズがものすごく濃厚ですね。はい、もう外からそうですからね。いただきます。どんなもんかいた。なんじゃこれ。おお、カレー、一口でわかるこの破壊力。なんだろうこれ、パイの中に激辛ジャムが入ってます。パイというかトレテッリか。一口目甘いんだけどめっちゃ辛い。これデスソース使ってますからね、とんでもない辛さだと。どこを食べても辛いぞ。辛っ。これさ、あかんこれ。これあかん、あかん。結構ボリュームもありますね。これは辛い。どこをほじくり返しても辛いぞこれ。何なんだ。ホワジャムの山椒のしびれが効いてるんで、これ辛さプラスしびれですね。息ができなくなる。ハバネロにしかもデスソースも入ってるでしょ。
そう一口これで終わりだ。これでキリをつけよう。顔が痛い。なんで顔が痛いな。ごちそうさまでした。辛かった。4分12だ。4分12だ。見事な激辛マグマのレトラザニア、完食したということで、完食特典のね、これティラミスとイチゴアイスいただきます。あ、美味しいな。辛かったけど美味しい。絶妙、ギリギリの戦いでした。今回も本日のね、辛さレベルを発表したいと思います。激辛マグマのレトラザニア辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル9です。9です。というわけで、なんとか激辛チャレンジ成功ということで、まあ、ちょっとそれは置いといて、ちょっと最近ですね、ちょっと変なコメントというかお便りが届いてるんでね、ちょっと紹介したいかなと思うんですけれども、ギャラクシーさん、激辛ポニーさん、初ヒヒーン、いいね2回押しましたよと。おい欲張るな、いいねは1回だけにしろ。マヤさんのお便りです。あまりの辛さに悶絶するじいさんの動画ですかねと。誰がじいさんだ。ブヒさん、ご褒美にチュッチュしたいと。変態だな。